第2回札幌競馬2日目第1レース2歳未勝利芝 1500m 戦9頭。札幌記念当日を迎えました札幌競馬場、雨の中第1競争を迎えます。1コーナーの奥目ポケット地点、今9番の山勝ルーリーが最後に収まって9頭ゲートインが終わります。スタートしました。まず2コーナーへ向かって先行争い、5番のラバストーン間から出てきました。内から4番のスポーカンテソーロ、接近する7番のマヌアフォールズ、外は9番山勝ルビー、2番手集団3頭。2コーナーから向こう上面5番のラバストーンが逃げていきます。リードを2馬身、外目2番手に押し上げる9番山勝ルビー、内は4番のスポーカンテソーロ、前3頭向こう上面に達します。1馬身差7番のマヌアフォールズ、5番手インコースが2番のキセロメタルシティ、外並んでいった6番のマイネルハイボーンが中段です。これらの外からは8番 MI グランツ、後方寄りの外目3コーナーへ向かっていきます。2馬身3馬身加えて3番マキ、後ろから2頭目、先頭なら8馬身9馬身のところ残り800を切ります。また2馬身に足しました1番サクナラージャンが最高峰となっています。3コーナーから4コーナーの中間点へ向かいます。後ろを離しました5番のラバストーン、リードは3馬身ほどに広がっていきます。 3,4 コーナー中間を通過、2番手は9番の山勝ルビー、3番手集団に7番マヌアフォールズ、外からは8番の MI グランツ、内が4番スポーカンテソーロ、残り400で固まってきて、この後ろ集団後方外目に回って3番のマキ、4コーナーカーブから直線コースへ向かってきます。5番ラバストーン先頭列がリードが詰まって、9番の山勝ルビー並んで回数勢い、残り200を切りました。その後ろから追い上げてくるスポーカンテソーロ、7番のマヌアフォールズ、後方からまず桜ラージャンが追っていますが、前は粘っている5番のラバストーン、追い詰めてくる9番の山勝ルビー、5番のラバストーン、ラバストーン抜かせない盗塁、2番手接戦、9番の山勝ルビー、4番スポーカンテソーロ、外は7番のマヌアフォールズ。2着以降は広がりましたが、逃げた5番のラバストーン、最後まで先頭を譲りませんでした。押し切っています。追いすがった9番山勝ルビー、そしてこの外から釣れるように追い込んだ4番スポーカンテソーロ、7番のマノアホールズ、2着争いは3頭広がっています。勝ちタイム1分32秒、後上がりタイムゴールまでの 800m は48秒1、 600m は35秒8です。